はい、今回同じくパーソナリティを務めました THK3 年のオノとはーい、今回技術ど、えー、今回技術を務めました、言えてるかこれか今えー、2年の秋山と今回 AD を務めました THK2 年の黒澤ですよろしくお願いします,しします今回厚生学理長ですねあ、そうだね、厚生俺でしたはい、じゃあ振り返っていきましょうかはい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  はい、うん、えーっと最初新レギュラー企画ですよ <laughs> そうですね今週はね新レギュラー企画でした、はい、今週は企画二本でございましたもう一本あるとサザエさんになりますね <laughs> そう三本で三本立て来週もまた見てくださいねジャンケンポン <laughs> <laughs> なんか違うくない <laughs> なんか違うくない構造 <laughs> 性違うぞああ怖いぞでも進出コーナーって考えればサザエさんですよね確かにああ確かに,<ー>に日曜日ですしいいよ早くやれよ振 <laughs> <laughs> り返っていくよ <laughs> はいえー、ラジカクニアピンカップ、はい、ということで、はい、えー、まあとりあえずこうニアピンを目指していくっていうクイズコーナークイズなりゲームなり何でもいいんだけどコーナーですはい、はい、というわけでえー、ね今週のテーマは 山の高さでした山ー無理やりましたね無理無理がありましたね人生を間違えましたねこの二人に人生ミスったスのボロじゃないですボロポンポン山は普通に山ですからまず山の話をしろえて言何がモブランも山ですから何が栗が乗ってるからじゃん栗が乗ってるって乗ってないって大違いじゃないですかやっぱりそれはわかるけどそうじゃねーんだよデザートじゃないんだよ山なんだって いや山ね、カチカチ山ぐらいしかもう思い浮かばないから。どうはねどうはねそもそも。僕秋山君のことしか分かんないです。わ分かるな。はい、次。さん。はい、えっと、で何だったっけまず、ヒントとしてがエベレストが8 8 4 8ルはい。そうだね。がヒントで。エベレストの場所は分かる大丈夫。モンゴル。 モンゴルあ、れ違うえっと中国とえっとチベットじゃなくて、えっと、あまでもそこらへんだよ。要はそこらへんで。すよね、そこらへんキューバじゃねえよ。なんだっけ。ネパールなんだのキューバは南、ない中央アメリカのほうの。そうだね。ネパールとキューバって、いや、なんか、伸ばす棒、一同じだなって。そんなのどこでるよたくさもあるよ。結構あるよ。はい。 えっとだからまあヒマラヤ山で言いづらい中 <laughs> の,の高い山ということで、はい。はいはい というわけで第地ホールがなんだっけスコさんですねス一メートル差でしたね僕は突然のニアピンだったねすごかった一メートル差ってまあもしかしたら地殻変動で一メートルぐらいのズレなんか余裕であるかもしれないからほとんどぴったりと言ってもあんではないこれは収録終わってあの放送日の間に山を動かせばいいんですよねそう分かりましたやってきます一メートル削れ削る 削るか沈ませればいいんだようんそうだねわかりましたなんかそういえばさこれぴったり当てたら学霊長がおごってくれるっていう話を収録前に聞いたんですがわったのっくに怒るよありがとうございます今回難しいあれだったからね山の高さはちょっと結構難しいスコアさん高さ返ってきますはいで二問第二ホールが モンブランモンンブラだからデザートがねえんだよなお腹かすいたお腹かすいたの分かる今日午前収録ですからねなんかお腹すきましたよねモンブランがどこにあるんだっけフランスですあフランスかあそっかそっかそうだねヨーロッパってことはあ、なんだっけあそこらへんのなんか造山隊あった気がするけどまあいいや忘れたからえっと アルプツがスイスのほうかスイスのほうねありますそこらへんかはいモンブランモンブラン食べたいモンブランまあわかるでも今こう初夏なので全然時期が違うああそう時期とあるんですかモンブランえ栗の時期栗の時期ああ秋単純に秋だから栗なしモンブラン栗なしモンブランそれはもうアマグルアマグいちゃいました乗せればいいよアマグル剥いちゃいました数年食べれるそうね はいで第3ホールが問題のキリマンジャロですねえっとそうだねキリマンジャロです問題のキリマンジャロですはい場所は分かるでもタンザニアって書いてあったねコーヒーキザニアキザニアじゃない日本じゃない何がキザニアじゃん全然違えよああからつく大陸ですそうだね割とあるけどねはいアメリカ大陸私もアメリカって思った いや違うんだなこれがアフリカ大陸の多分最高峰でありますそうだねへーアフリカですよアフリカかー、うん ところでキッザニア行ったことないですけど、あれって楽しいんですかいや、俺も行ったことない私も行ったことないないないいやなんか一回、正月に家族で行こうとしたんですよ、キッザニアに。なんですけど、正月の東京らへんって全部店閉まってて、ありゃ、来なかったっていう思い出があって、なるほどね。行きたかったなって、なんか食業体験したくないですかっていう、今から小学生ですって言って、行けばいいじゃん。 これ百七十六センチぐらい身長あるけどいっちゃう。<laughs> 大きいお友達だねー。大きいお友達だ。だからこれハンバーガー店で働くはキザニアの。<laughs> <laughs> なるほど。ハンバーガー店なんで。なんかハンバーガー店でなんかあの。 今のアルバイトに行かせるかなってなるほどこれからバイト探し今してるんであなるほどねなるほどキッザニアでバイト探しおかしいなそれ普通に外すなあなるほどちょっとそれワンチャンありますねちょっと距離感じゃなくて本当にキッザニアで案内する人なるほどそれ夢ありますねさてさてで最後が はい、ポンぽん山、はい、小学校の山。小学違う、いや、ありそう、ありそうなの、わかる。え、どう、みんなの小学校、山あった、なんか。あれ、僕ありました。お、山。山っぽいのはありました。なかったかな、なんか、駅近かったし。あなるほどね。そうか、そうか。近所に山の遊具みたいなところ、ぐる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 回って上がっていく。へえ、面白そう。こっち山って言って、こう、あそこで遊ぶの大好きだった。なるほど。ただ、遊ぶだけの話です。 まあ山系のなんかアスレチックなり遊具なりあるとね割と楽しいよね。なんか山に土管があってそれをみたいな。うんうん、あのその中でくぐって遊ぶみたいな。ああいいスケートありましたね。あるあるある。で今なんか AD から資料がポンポン山の。ううポンポン山ってそういう動心に帰れる山ではなかったのか。ではない普通の山です。<laughs> だってそんなの突然企画に入れるわけないじゃん。いやほら清寺ってそんなわけは。清寺にちゃんと山です。清寺いすぎなんで。普通に普通に山だった。はい。そうなのか。普通に見たらわかります。ぽんぽん山これどうしたんですかね。へえ。あでも教会にあるからまたがってるっていうのは大体ね。はい。待ってたのね。待ってたっていうかまあだってまたがってなきゃね。はい。大阪と京都のことは。 3ルの山がまたがるはずないんだよな。確かに。っていうかちょうど教会の上にポンってね本当に教会だよね。それってさ小学校にあるっていう前提だとさ小学校が県境になってるけど大丈夫かそれだからだからあれだよの。この後大阪の方の教室だわみたいなれこのあ京都の教室だわ。県境京都202室だわみたいな管轄難しすぎばいっすよ。うん。 はいまあまあ今回はね山の高さだったけどまあまた次回からレギュラー企画なのでね何が起こるかどんな数値が出てくるのか楽しみにしてくださみにここで突然ね今回山だったから次回は海の底の深海だったから余計むずいっすよ多分だとしたら学理一こう得意の分野ではないのでじゃないんだよな違えんだよ研究してるわけじゃねえんだよ 難しいね。てか、はい、そもそも測れねえよって感じなんだけどはい、はい、じゃあ後半企画です。はは引き続き前年度から引き続きのレギュラー企画ということで。はいはいちゃん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  <laughs> ちゃんじ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 ゃん あまり流すと著作権的にやばいそうなんだね ?YouTube にアップですからね。これラジオじゃなくて YouTube ね。何の音楽かまだ一切言ってないから。音外してるかもしれない。音外してます。外れてた。というわけで、今回事件一つも起きませんでしたそれがおかしいいや、割と事件だったよ。平和平和。 だって、最初がだってさ、突然さ、いつだったっけ昨日、昨日か。昨日の午前3時に、北極、南極で、小野町さんが踊り狂った。おかしいな。事件なんだって。これは筑波部署でやる事案じゃないです。れは南極部署です。いや、れは分かるけど、分かるけど、それは分かる。てか、それやってたら、今までの事件もなんだったんや今まで事件も仕事を抱えすぎたんですよ。 ここ分業の時代ですよ。なぜ南極で仕事をつくまでやらなきゃいけないんですか僕たちは。お前このつぶいやでも事件のあらましはちゃんと示しましたよだから事件じゃなくないでしょう事件ではあったでしょ事件じゃなくはないでしょいやでもよくあるって泥酔しちゃうっていうのは泥酔するのがあるとして南極行くのはやばいからやばいっすねどどんんなな もう普通に死ぬわって感じですけどそんなことやってたらでもなんか南極,南極ってあの本当にまあちょっとなんか真面目な話ですけどそのあの南極調査に行く人ってやっぱりいるじゃないですかその南極基地で食べられる料理って結構おいしいらしいですうんなんか本当に専属の料理いい人さんがあの基地に着いていろいろご飯を作ってくれるんですけどでそのご飯作ったりあと お祝いごとにはそのイベントの料理とかを出したりするっていう結構充実してるらしいんですよね。じゃたくさん食材持ってたりしてる。うんそうそうしてるので楽しそう。なんか映画にもあったよね似たようなの。そうなんかそういう映画を見た。あそうだね南極だよねあれ。見ました。はい。で次がエベレスト。はい。エベレストでおじさんがラジ学の収録中にエベレストでおじいさんが

まあスルーしますよ僕じゃないですかおじいさんですからそうねそうだねおじいさんだおじいさんが叫んだんですからでもおじいさんって時点でやばくないよく登頂できるよねってそう。酸素不足で死ぬみたいなやばそうやばそうんかこう最高年齢での登頂とかそういう話になってくるんじゃない80歳ぐらいで登頂した人っているんだっけ いるけ日本の日本のなんか登山家さんがなんかすごい人いらっしゃるね。いらっしゃいますよね。いや。ね。まあ今のボルナすごいなって思う。大変そう。ね。で三問目がこれですか。はい。はい。空を飛ぶ学類長。今日つまり放送日ラジオ学類長が空でこごえた。こごえた。なるほど。エベレスト行ってきたんですね。 いや違うチャンスかもしれじゃあどう空に行ったんですか学歴長えだからあれでしょ俺が電波になればいいんでしょ学歴長が電波になる学歴長が電波になる電波だったんですか今可視化してるだけでそう可視化してるだけで本当の実態は電波でしかないのでじゃおしでしかないじゃあオシロスコープにつなげればもう波形が見えるわけですねそうなんですよ今度実験しましょうじゃあ電波電波って凍えるの そもそも俺どのくらいの上空のこと言ってるんだろうねとりあえずエベレストより上エベレストより上はそここいないわけないなんか1 0 0 2 0 0ルぐらいならなんとかいけるんじゃねとか思ったけど上空寒くないんじゃないそんなにそれは普通に山のまあ山の途中ぐらいですのでだって夏場の昼だったらさ1 0 0ル2 0度下がるとしてもさ まあマイナス20して大体普通昼間だったらまあ15度から20度くらいってするとまあ0度ぐらいじゃないですか余裕じゃん300メートルぐらい行けるんじゃね <laughs> マイナス10度までは耐えれるんじゃね <laughs> そもそも筑波さんが875、ね、<う>なのでそもそも北海道民なのである程度のマイナスは耐えられる。 でも,でも凍えたんですよね。相当だめ。じゃあ相当高いとこ。高いんじゃないだから。らやっぱエベレストですよ。<laughs> やっぱエベレストだよ。<laughs> まあ千メートル級なのは間違いなさそう。まあ、うん、そういうことだ。うん、はい。はい。 はいはいはいで四つ目は僕の将来の人生設計ができたところでおめでとうありがとうございますありがとうございますやり方誰もわかんないけどねいやでもマリン公園でドライブするってそれ違反じゃないかなとか思いつつ違反し違反です普通に違反もしかしたらだから未来ではあ違反になってない そもそもなんかさ車自体がさ空を飛ぶとかさなんかさあああああ一つ言っていいですかそれ言ったらもう何でもありだと思う。分かるな分かるな。何でもありだ。夢と希望に満ち溢れた2100年。夢そんな変わんねえよとか夢と希望に満ち溢れたノックの104歳。あふれてるといいね。きっと溢れてますよねあのいあのそのところのね医療も発達してますしそうだねその可能性はある。100歳まで生きれるみたいなね。 ま人間のちゃんとした限界が120歳って聞いたことがありますまあ実際100歳以上まで生きるのは可能ではあるしこの先何らかの医療の発達でさらに伸びる可能性はなきにしもあらずだから今までの歴史から見てもね。 ありえなくはない。なくはない。これから平均寿命が伸びると。100歳のノックにご期待ください。100歳ください。孫がたくさん。孫に囲まれて、尿と一緒に。俺は天国から見守ってるから。死ぬのよ。見守ぞ。いや、そんな長生きしなくてもいいっしょって思っちゃう。それな。ああ。ドラえもん見てから死んでたい。そっか。ドラえもんの終わり。あ、なるほどね。ドラえもんの終わりって、えむしろ始まらなきゃダメなんだけど。確かに。確かに。 はいではリレートークはい好きなお弁当のおかずはいはいじゃあ技術これはパスです来週あんのパスああそうでしためっちゃ面白いこと言ってくれるもんめっちゃ面白いこと言ってくれるかもったいぶドてくげたから覚えておいてねめっちゃアドラ上げてんなって思って放送日にタイムラインってボコボコにしてやるからじゃあ AD リカちゃんはい じゃあ普通に来週に期待して普通のこと言います私は甘い卵焼きが好きですああ定番ですね定番ですね俺ね甘い卵焼きダメなんだよああしょっぱい派ですかしょっぱい派なしょっぱい派でそこ分かれるところですが家族ほかみんな3人とも甘いの普通に食べるんだけど俺は無理へえだったじゃあおかずは何が好きですかお好きなおかずはねえっとピーマンの肉詰めああお弁当入れるんですか うん入れるすごいピーマンの肉詰めかでもそもそもそれ自体食ったことないやあマジで親があんまりそれ作らないでそうなんだなんかうちの親たまに作るんだけどすごいちっちゃい頃ピーマンと肉バラバラにして食べてたなんでそれ詰めたのに詰めたあれがなんか肉は肉で味わいたかったなるほどえあピーマンの食感がね包み込んでるからいいものだと思ってるそうなんだ最近あんま食べてないですね食べたい 食べたいやピーマンこうハンバーグと一緒に焼くと本当に甘くなるんですよ本当に好きなんですけど俺もあれは良い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 はいそんな感じかな今週は平和だ平和だ次回のコンビは山下秋山 コントということで、はい、私は秋山で頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。このうちに放送中に気づいた人何人いるの?。あえて何も言わなかったんだけど。って言って放送してない可能性もあるけどね、編集して。ああ。山ママは多分使う、大丈夫。はい。って感じです。控回いも平和だった。平和だ。じゃあ最後に無茶振りといこうか、ノック君。え?。

弁当食べたいわかる。<laughs>